れて今ちょっとよろってなって。疲れた。こんばんは、カツトンです。ちょっとまあね、6連勤、終わったから、ちょっと。お疲れ様でした。ああ、やだ。いや、ね、なかなかね、今日は動画2本ね、投稿させてもらいました。ありがとうございました。なんか再生回数が第5期ね、今第5期になった再生回数がすごい増えてね。まあ、ニコニコ動画のね、天才がね、動画天才が、こう、あやめねえの動画天才がな、今ないからね、ニコニコ動画がダウンしてるからさ。それからそのニコニコ動画で見てた人が、こう、ホームページにも来てくれて、で、それで再生回数上がってるっていうね、こう、からくりなんですけど、いや、2倍になるかってね、それでも2倍になるかっていうね、感じで驚いてますね。嬉しいですけど。いや、第4期の時はね、ほら、僕のこのホームページと、ニコニコの天才で、2つで、その、大体、なんか割、ニコニコの方が、再生回数、なんかこう、4000回、5000回とかね、多い時は、もうあったんですよ。うん。で、本チャンネル、ホームページの方では、まあ、4000回行けばいい方かなって感じで。だから、なんか、4000回で、ね、ちょうど本当になんかこう、半分に分かれてたっていうか、その、本当に半分ぐらいの人が、ホームページで動画見てなくて、ニコニコ動画でしか見てなかったっていうね。まあその結果だって、すごくその、マジか、みたいな感じで。まあまあ、別にその、なんかこう、落ち込んでるとかではないんだけど、まあでも、まあ、嬉しい誤算ですね。いや、本質的に、カツ丼チャンネルはね、結構その、動画ね、毎日投稿しても、まあ、6000回、7000回、8000回とか、ちょっとヒットすれば1万回とか行くぐらいのね、まあ、そういうチャンネルだったんだっていうのがちょっと分かって、やっぱりまあ、嬉しいですね。この前もちょっとね、そういう動画上げましたけども、改めてね、ちょっと、嬉しさ、達成感を噛み締めております。まあ、仕事も頑張ってね、やってね、YouTube もね、このまま頑張ってね、やっていければ、月、まあ、スパチャとか、ない、スパチャ、スーパーサンクスない状態で、動画のね、広告収入を純粋に、で、5万、6万、7万、頑張れば10万円ぐらいも、本当に、視野に入ってきたかなって感じで、頑張っていきたいですね。月、まあ、仕事も頑張りながら、月ね、まあ、もしかしたら20万円ぐらい、月20万ずつ貯金していけるかもしれないから、そしたら2年ぐらいで500万ぐらいと思ってる。カレーカフェね、オープンが、現実味を帯びてくるかなっていう感じでね。まあ、今ね、それまでのね、今ね、すごい、ちゃんとできるように頑張るってね、人として、だらしない部分とか克服してね、いざね、やっぱこう、今のね、こう、なんか、状態でさ、やっぱこう、あれですよ、やっぱりこう、いざカレーオープンできたとしても、それをやっぱこう、維持していくのが、やっぱね、大変だから、多分、それまでね、オープンするまでこう、ちゃんと修行して、ちゃんと人間としてなんなきゃいけないっちね。そういうテーマですよね。それが第5期のね。発泡酒もうまいじゃんな。むしろなんか、惰性でね、惰性っていうかなんかこう、習慣的に惰性でなんか毎日飲んでたビールよりも、なんかちょっとこう、まあ、頑張ったと、たまに飲む発泡酒の方が全然美味しい。ちょっとなんか、20箱がちょっとまだ、80キロからなかなか痩せらんないんだよな。79キロ台行ったけど、なんかね、痩せらんない形、体になっちゃったんだよね。ごめんね、ちょっとなんか、つれづれなるままにね、ちょっとまとまらない、なんか雑談みたいな感じでね、話させていただきましたけど。まあ、ちょっとね、いろいろ障害はあるけどね、前途多難でね、命ある限りね、
今日の動画でも言ったけど、やっぱりこう、リスクは多分に含んでるけど、やっぱりこう、本当の自分をね、本当の人生をね、生きれているという、やっぱりこう、とてつもない嬉しさっていうのは、やっぱり、ふつふつとあるから、うん。また視聴者のみんなとね、こう、いろいろ交流できて、つながることができてるっていう部分も、やっぱりこう、あるしね。って感じです。って感じでございました。うん、なんかね、まあまあ、なんか、睡眠用にね、睡眠用になんかこう、それを、僕の動画をね、話を聞きながら寝る人とかもいらっしゃるみたいでね。まあそう、こういうね、まあ、つらつらとね、取り留めもなく話すだけの動画も、ちょっとまあ、それなりにね、たまに やるといいのかもな、なんて思ってね。うん。まあ、頑張るよ。頑張る。頑張るね。まあ、いろいろ、辛いことあるかもしれないけど、